はい、どうもこんにちは。この動画ではモーショングラフィックスに使えそうな5つのテクニックとモーショングラフィックスを学ぶ方法をご紹介していきます。今回のアクションステップはこちら。今回は平面的なモーショングラフィックスですが、これだけでもいろいろと組み合わせることでオープニングや CM っぽい映像が作れますので、ぜひともお絵かき感覚で楽しんでみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まずは応用が効くパスのトリン、つまり線がビヨーンって伸びるやつを作ってみましょう。作り方は簡単。何も選択していない状態でペンツールに切り替えておいてから、適当に画面に線を引いていきます。シフトキーを押しながら線を引いていくとまっすぐになります。さあ、するとシェイプレイヤーとして線ができます。そしてこのシェイプを開いておいてから、ここでパスのトリムのアニメーターをドキドキしながら追加しちゃいましょう。さあ、すると新たなる項目が出来上がりました。このパスのトリムを開いておいたら、開始と終了がありますので、こいつらのキーフレームをオンにしておきます。開始は線を描き始めた始点ですね。終了が終わりの点なので、これを0にすることによって線が上のところに行ってしまい、消えてしまっています。手品師なら優秀です。そしてタイムラインでインジゲーターを動かして、ここで終了100にすると、線が出てくる。開始もついでに100にすると、線が消えた。手品師なら優秀です。とはいえこれだと何もないので、開始のキーフレーム2つは右の方へとずらしておきましょうか。さあ、すると上から最初に終了の動きで線が出たと思ったら、開始のキーフレームがすかさず後から線を消し去っていきます。という感じでずらすことでコントロールしていきます。これらのキーフレームはさらに全て選択しておいて、キーボード F9 により Easy Ease を召喚。そして速度グラフを開いてみます。すると速さがグラフとして表現されております。右クリックを押すことによって速度グラフに変更することもできます。ここで点を押すとハンドルが出てきますので、これを左に動かしていって、こんな感じで前半の方を速くしていきましょう。逆にオレンジの開始のグラフのところは後半の方を速くしていきます。さあ、すると線が一気に出てきて、後で一気に消えていくやつが追いかけてくるという某鬼ごっこゲームのような状況が出来上がります。追いかけられる側はたまったもんじゃありませんが、いい感じの緩急で線が出現することができました。これを応用することで、これから紹介するいろんなアニメーションを作り出すことができます。例えばこの線のやつに、今度はアニメーターの追加のところからジグザグというやつを追加してみましょう。そしてジグザグのメニューからポイントを滑らかスムースにしてあげることによって、ジグザグしていた線が丸みを帯びてちょろげになります。するとチョロゲができて、上からチョロゲがバネみたいに刺そうと参上。いや、チョロゲよチョロゲよチョロゲ様、パスのトリムと同じように参上してくれよ。というのであれば、このジグザグというやつをパスのトリムの上に配置することによって、チョロゲがパスのトリムと同じく手書きで線を描いたかのように出現するようになります。アニメーターの順番は結構大切です。そしたらこのジグザグのメニューでサイズとかセグメントを変えることによって、見た感じの大きさなんかを変えていくことができます。このチョロゲレイヤーは切っておいてから、もう一個キーボードコマンディで複製しておきましょう。そしたらこの上のチョロゲのスケールを表示しておいてから、スケールのリンクを外しておいて、 X 軸の前のところにマイナスをつけておきましょう。こうすることでチョロゲが反転します。あとはこのチョロゲ同士が重なるように、ポジションのところで X 軸をそれぞれ50ずつくらい中心に寄せておくことで、なんか重なります。アニメーションが始まるタイミングなんかもずらしてみるといいのではないでしょうか。こんな感じでシェイプを作ってアニメーターを加えてずらしたりするだけで、いい感じの動きが出来上がったりします。こいつらはまとめてコマンドシフト C でプリコンポーズをしておきましょう。レイヤーはカット。色はわかりやすくするべくラベルの色を変えておきます。では続いてはモーショングラフィックスということなので、モーションつまりシェイプの動きを練習してみましょう。また何も選択していない状態で、シェイプツールの中の楕円形シェイプを選択しておいてから、楕円形をダブルクリック。そうしたら楕円パスの項目を開き、のサイズのところでまん丸の円になるように縦と横の長さを50とかに合わせておきましょうか。そして今回はここで作ったボールの線の色はなし、そして塗りの色を青にしてみましょう。これからこの丸いボールの動きを作っていきます。ということでまずは1です。1のキーフレームをバキュンと入れて、最初は画面の外にボールを出しておきます。そして少し時間を進めておいてから、僕を見てと言わんばかりに青い球を上に打ち上げてみましょう。そしてまた時間を進めておいてから、この青い球は中心に配置しておきます。
そしたらまたまた速度グラフを開いておいてからハンドルを動かしてボールを空中に投げた時のような動きをしていきましょう。ボールを空中に放り投げると最高点に達したところで若干ボールが止まる動きがあります。モーショングラフィックスでは現実世界の動きをグラフィックに落とし込むという側面がありますので、投げる、転がす、落とす、飲む、打つ、買うなどで学んでみるといいかもしれません。ここでうまい感じで動かなければ空中で静止すべく、この頂点に達したキーフレームを複製したりしてもいいですね。さあこれで比較的滑らか。そしたらこのレイヤーはカットしておいてからボールが真ん中に達したところで爆発させてやりましょう。ということで、まずは中心から丸を広げるべく、また楕円形ツールをダブルクリックしておいて円を作成していきます。サイズも縦と横を同じにしておいてから、丸いボールが終わるところでレイヤーが始まっていくようにしておきます。色は何色でもいいのですが、今回はオレンジにしておきましょうか。そうしたらスケールのところでキーフレームのスイッチを入れるっち。そして今回は最初のところでもちろん0にしておいて、この丸いシェイプがぽよよーんと登場するようにしていきます。ということで、速度グラフでは青い球が真ん中に到達したところをピークにしておいて、徐々に加速が下がっていくようにしていきます。等加速度運動の逆バージョンみたいなやつです。そうしたら2番目のキーフレームでは円の大きさは少しデカめに、そうしたら最後に3番目のキーフレームとして小さめに作ってみます。キーフレームはオルトキーでまとめて動かせます。そうしたら速度グラフを開いていきますが、これまた等加速度運動みたいに前の流れに合わせて直線的にしてみます。こうすると途中で止まることはなく、滑らかにボヨヨーンとすることができます。勝つみかい、さよりかい。さあそしてこれで動きができたら、この円のシェイプを複製しておいてから上のシェイプを若干ずらしておきます。そしてこのシェイプの色を背景と同じ白にしておくと見えなくなってしまいますね。もちろんトラックマットを使っても OK。 さあすると丸いシェイプが中心に来た時に波紋エネルギーでぽよよんと消え去ります。これが一つ目のシェイプの爆破です。そしてもう一つのシェイプの爆破を紹介する前に少し調整を加えておきます。青いボールのアニメーションと最初に作ったチョロゲアニメーション、このチョロゲアニメーションのレイヤーをボールに合わせてつなげてあげましょう。そしてチョロゲをボールの下あたりにこんな感じでくっつけてみます。するとボールの回転を表現するかのような、そんなアニメーションに見えるような見えないような、チョロゲのアニメーションを少しスピードアップしていきたいので、そんな時はコマンドオルト T でタイムリマップを表示しておきます。これを使ってレイヤーの最後あたりにキーフレームを打っておいてから、このキーフレーム同士の間隔を狭めてあげることによってチョロゲのアニメーションがスピードアップします。まあこんな感じで工夫を加えていきながら、お絵かき感覚でいろいろと加えていくといいかもしれません。あと他にはこのボールのボヨヨン度合いを増すために、例えばスケールのところでチェーンのリンクを外しておいてから、このスケールのキーフレームとして移動しているときはボールの横幅を小さくしてあげるとスピード感をより表現できるかもしれません。さあそしたらシェイプの爆破に戻りましょう。ということで、その名の通りまたまたシェイプを作っていきます。今回はキラキラお星様を作ってみましょう。色はもちろん黄色。実際黄色い星なんて見たことがないですが黄色。そうしたら星のパスの項目を開いておいてから、ここで半径を調整できますので小さい星にしていきます。内側の半径は外側の半径の半分くらいにしておきましょう。では早速動きを作っていきます。丸と同時に爆発するべく1のキーフレームをオンにしておいてから、この星様は上の方へと移動させておきます。そうしたらここでレイヤーはカット。あとは不透明度のところもキーフレームを入れておいて、最後の方は消えていくようにしておきます。回転のキーフレームもまたオンにしておいてから、これまた飛び出した後にくるくると回転するようにキーフレームアニメーションを作っておきましょう。あとは他にスケールなんかもキーフレームを入れて、大きさが次第に変化していくようにしていきます。次第に大きくなるか小さくなるかはお任せいたします。さあそしたらこれまた F9 で Easy Ease をかけておいてから、速度グラフでは爆発ということなので最初のところで急速にスピードを上げておくといい感じになるかと思います。ということで、あとはこんな感じのシェイプを増やしていけば、ちょっとポップなシェイプの爆発が出来上がります。他のシェイプも参考までに見ていきましょう。今度は多角形シェイプツールを選択しておいてから、これでシェイプを作っていきますが、このままだと五角形です。ということで、シェイプレイヤーのところでポイントの数を3にしておくことによって三角形を作ることができます。こんな感じでシェイプを作ったり、時に自分で描いたりしてみながらクリエイティブな爆発にしてみてはいかがでしょうか。
もしくはイラレで書いてもいいかもしれませんし、写真とかアイコンを使っても面白いかもしれません。今回はちょっとばかし面倒なので、このシェイプの爆発はプリコンポーズをしておきます。そしてこのプリコンポーズした爆発は複製しておいてから、回転とかを使って円形になるように配置をしていきます。回転するだけではなくて、レイヤーをずらしてみたり、スケールで大きさを変えてみたり、色相サイドなんかで色を変えてみてもいいのではないでしょうか。さあ、これでシェイプの広がりとともに爆発するアニメーションは出来上がりです。このやり方を知っておくだけで、実写映像にちょっとしたコミカルな爆発を加えることもできるかもしれませんね。とりあえず、これらのコンポジションは全て選択しておいてから、プリコンポーズをしておきましょう。さて、それでは続いてはシェイプのパターンを使ったアニメーションをご紹介していきます。なかなかおしゃれなやつですね。ということで今回はシェイプツールの中でも角丸長方形ツールを選択しておいて、こいつを表示しておきます。そしてこの長方形はかなり小さめにサイズを設定しておきましょうか。この大きさは後で変えることができますが、とりあえず今回はこんな感じにしておきます。そしてこの長方形シェイプのアニメーターを追加するところで、また長方形をここに追加しておきます。すると長方形がもう一つ出来上がりますので、この長方形は一つ目のシェイプの上にでも配置しておきましょうか。そしたらこの上の長方形は最初の長方形と X と Y のサイズを入れ替えておいて設定をしておきます。これで角っこのところもまた同じサイズで丸みを帯びさせることで、いい感じの十字架が出来上がります。さあ、これで準備は OK。これがパターンの基本となります。そうしたらこの十字のシェイプはプリコンポーズをしておきましょうか。名前はもちろんクロス、中二病が覚えるべき英単語トップ50に入ります。そうしたらこのコンポジションを開いておきましょうか。すると闇夜に浮かびし聖なるクロスが孤独に佇んでいるので、アルファ背景に切り替えておきます。そうしたら今度はアルファ背景の横の画面をトリムできるツールがありますので、これを使ってクロスの周りを囲んでいきましょう。背景とかを見ていきながら正方形に囲むことができたら、闇の秘密結社ブラックソサイエティのメンバーに入れるとか入れないとか、そして囲むことができたら上のコンポジションのメニューで範囲をクロップしておきましょう。さあ、するとコンポジションがクロスに合わせて小さくなります。そしたら先ほどのコンポジションに戻っておいて、今作ったちびっこクロスに対してエフェクトから CC レピタイルというのを適用していきましょうか。そしてこの CC レピタイルの数値を上下左右で上げていくことによって、聖なるクロスの意思を受け継いだものによって画面いっぱいをクロスで支配することができます。光のご風景も驚きだ。いや、ちょっとでかいなと思ったらスケールでサイズを小さくしておいてから、また数を増やしていけばいいかと思います。さあ、これでパターン自体は出来上がりです。続いてはこのパターンを画面にウェーブさせて表示させていきます。ということで、この上に新規平面を作成しておいたら、この平面に対してエフェクトから電波、ラジオウェーブスというのを提供していきましょう。さあ、すると画面中心から電波が発生するようになります。波紋エネルギーを極めました。そしたらこの電波の色ですが、今回は白に変更しておきます。あいにく背景が白くてわかりづらいので、背景邪魔だこの、と言いながら表示にして作業していきます。そしたら早速ですが、ウェーブモーションの中の拡張のところを上げることで、この電波のスピードがアップしていきます。今回は爆発ということで、この数値は上げていきましょう。とはいえ、このままだと細すぎですね。モデルのウエストかってくらい細すぎるんですが、細すぎるウエストは好みではないので、開始幅、つまりスタートの線の太さを100くらいに上げてみます。終了は小さくてもいいでしょう。さあ、とまあこんな感じですね。そしたらこのレイヤーは爆発させたいところにずらしていきます。そしたらこの爆発ですが、最初の一爆発しかいりませんので、拡張のところでキーフレームを打っておいて、一爆発あったところで数値を0にしていきます。まだちょっと遅い感じなので、拡張の数値をもう少し上げておきます。さあ、これで準備は OK。そしたらこの電波はプリコンポーズをしておきましょう。ではこれで白い線の爆発するアニメーションが出来上がりましたので、続いてはトラックマットでさっきのパターンを反映させていきます。やり方は簡単で、先ほどのクロスを下に置いている状態でトラックマットのところからルミナンスマットというのを選択していきましょう。ルミナンスとは輝度、つまり明るい色のことで、上の白い部分にこのレイヤーを反映させることができます。さあ、これで背景を戻して早速確認してみます。若干不透明度を下げて調整してみますが、するとこんな感じでポップな感じのモーショングラフィックスが出来上がります。続いてはもう少し細かいエコーとブレを使ったモーションを作ってみます。
ということで、またまた丸いシェイプを作って、これまた青いやつと同じくボールの動きを作っておきます。ここの動き方は割愛しておきますが、今回のポイントとして先ほどと違ってスケールのアニメーションも加えております。つまり最初の方ではサイズが小さくて、徐々にサイズが大きくなるように設定しております。ここまでできたら、このボールの動きはプリコンポーズをしておきます。名前はシンプルにボールでいいでしょう。ちなみに最後に S をつけるのは卑猥なのでやめておきましょう。そうしたら、このコンポジションに対してエフェクトからエコーを提供します。このエコーで残像を作ることができます。いともたやすく行われるえげつない行為と私は呼んでおります。そしてこのエコーの時間ですが、マイナス 0.006 くらいに設定しておきます。そしてこのエコーの数を増やしていくことによってスケールをしていきますので、このように隕石のように出現することができます。とはいえ、このままだとたまたまの連続に過ぎませんので、エフェクトから例えばマットチョークとかを適用してみたり、あとは普通のチョークのエフェクトを適用してみて、シェイプを絞ることによっていい感じに一つのシェイプに見えるようになります。実に面白いですね。あとはこのシェイプを例えば4つほど複製してみて、それぞれ回転させてあげると四方にピョンと広がるシェイプの出来上がり。さあと、まあこんな感じでアニメーターとかエフェクトを使いながらいろいろと応用してみるといいかと思います。そしたら最後に画面の切り替え、トランジションをご紹介していきましょう。実はこれも一度使った技術の応用です。ざっくりと説明すると、一番最初に使ったパスのトリムを使った線をここで作成しておきます。ここのところはいいですね。あとはこのパスのトリムを使ったシェイプを複製して方向を変えていきます。そしてこの線をまたプリコンポーズしてまとめておいてから複製しまくりましょう。基本的にはシンプルなアニメーションをいくつも重ねて複雑に見せるだけでも十分仕事で使えるモーショングラフィックスが出来上がりますので、ぜひとも真似してみてください。あとはこの画面全体に広げたパスのトリムに対してチョークで形を絞ることによって液体が広がるような感じになります。最初の基本的な使い方が分かれば良さそうですね。さあ、ということで今回は以上ですが、最後に少しだけモーショングラフィックスの私なりの勉強のやり方とか考え方をご紹介していきます。まず勉強のやり方ですが、私の場合はチュートリアルを使わずに、今回はエンバトエレメンツの方でダウンロードしたテンプレートを参考にしてみました。エンバトのテンプレートをダウンロードしておいたら、一度アフターエフェクトで開いてみて、どうやって作ったのかを分解してみます。そしたらその隣に自分で一度同じものを作ってみてから、あとは自分のやりたいように作ってみるといいかもしれません。つまり流れとしては分解、模倣、制作という感じですね。もし今回のモーショングラフィックスのプロジェクトファイルを見たい場合は、私のファイルを使用して構いませんが、テンプレート用に作ったわけではないので、一人暮らしの部屋のごとく乱雑になっております。とはいえ、何か参考にしてみてください。そして今回作ったモーショングラフィックスのテーマです。私の今回の動画のテーマは、嫌いなことより好きなことを語ろうというものでした。例えば冒頭ではウイルスのようなものが飛び出して嫌なものを撒き散らしていますが、それを愛の象徴ハートへと変えていきます。そして次で日本の国旗を思い起こすようなシーンへと切り替わっていって、これまた紫の不気味な玉が壊れて愛へと変わっていってメッセージが登場するというようなものです。そして実は巻き戻してみると、コロナウイルスで不安や恐怖を持って人を責めるのではなくて、もっと愛のある言葉を投げて日本よ立ち上がれ的な意味もあったりします。最後のメッセージでことだけがカタカナというのも言葉という意味があったりします。という制作の裏話も教えてしまいましたが、ぜひともあなたの思いや言葉をモーショングラフィックスで形にしてみるのもありなのではないでしょうか。ということで、ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。